日本語ラジオ三百六十五、一五一へ。お相手は夏目で、お送りします。みなさん、こんにちは。夏目です。このラジオでは、三百六十五日毎日。簡単な日本語で。日本語や。生活の話題を。 皆さんに紹介しています短いので毎日聞いて日本語の勉強に役立ててくださいねさて今日は私が個人的にこの時期といえばこの言葉と思っているとっておきの一語を紹介しますお尻に火がつくという表現がありますが皆さん聞いたことはありますか文字通りに読むと お尻に火がついて燃えているということになりなんだか危なそうですよねこの様子を例えに使って締め切りなどが近くなり急いで何かをしなくてはいけなくなることや追い詰められた状況になるという意味で使われます例えば納期が近くお尻に火がついているあと3日で確定申告の締め切りだが書類がまだ用意できていなくてお尻に火がついている 私の姉は良くも悪くものんびりした人でお尻に火がつくまでは行動に移せない性格だというように使うことができますさてどうだったでしょう皆さんもお尻に火がついたという経験はありますかぜひこの言葉を使って文を作ってみてくださいねところで冒頭でこの時期にぴったりな言葉というように紹介をしましたね一体なぜかというと 夏休みの宿題をめぐって、ちょっとしたドラマがあるからなんです。以前お話ししましたが、夏休みは長いお休みですから、先生たちはここぞとばかりにたくさん宿題を出します。そして、みんな初めのうちは宿題を終わらせようと頑張るのですが、いつしか遊ぶのに夢中になって、やるのを忘れてしまうというわけなんです。日本の夏休みは8月末で終わるため、 たまぎに,にたまった宿題をなんとか終わらせようと多くの学生とそのご両親のお尻に火がつくのがこの時期だというわけですね私ももちろん夏休み終わりの1週間前にはお尻に火がついて慌ててしまうタイプでしたからこの時期にカレンダーを見るとついついそんな昔の思い出が頭をよぎるんですよ今年も今頃きっとお尻に火がついた学生さんたちが 必死に机に向かっている頃でしょう。さて、皆さんにも、そんな夏休みの思い出はありますかまたぜひ教えてくださいね。ところで、日本の夏休みについては、第183回の放送で、また、夏休みの宿題については、第185回、そして、今日冒頭で使ったとっておきについては、第66回の放送で、それぞれお話ししていますから、 気になった人はぜひ聞いてみてくださいね。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。良い一日を。またね。